はい、皆さんどうもマリモです。今日はオーバーウォッチ2で遊んでいきたいと思います。ということで、プレイ開始。お、バトルパス機能になんかニューってきてる。今これで、なんか、手に入るものがあって、ここら辺のプレミアムは課金をすることでもらえるようになると。クッキー持ってる。ちょっとこれかわいい。で、今回もですね、アンランクでやろっかな。あ、ライバルプレイとか他のプレイヤーを相手に戦いランクを上げるっていうのもできれば、アーケード。アーケードモード、ルール、マップを一新。なんだろう、このモード。ちょっとやってみたいな。で、カスタムゲーム、好みのマッチを検索または作成する。自分で作成することもできるということですね。まあでも今回はとりあえずアンランク。で、前回はロール制限なしということで全員アタッカーとか全員タンクまでできちゃうような、ロールのパターンだったんだけど、今回はクイックプレイということで、クイックプレイはクイックプレイでもロール級ということで、事前に選択、どのロールでやるかっていうのを事前に選択して、遊んでいきたいなと思ってます。で、前回サポートでずっとやったんで、ダメージでね、やっていこうと思います。あ、でもサポートだとバトルパスの XP もらえんだ。へえ。まあ多分これは、そのタイミングによるんだろうね。あと全てでももらえると。では、ダメージでいきたいと思います。アタッカーじゃなくてダメージ積んだ、このゲームは。はい、では今回はキングスローという場所らしいですね。あの国旗どこの国だっけ、それ思い出せない。で、今回はこのソジョーンってキャラクターで基本的に遊んでいこうかなと思います。まだね、全然ね、キャラクターの性能とかよく分かってないんだけど、このソジョーンは何回か動かしていて、なんとなくこんな感じかなっていうのがちょっと分かってるんだが、分かってないものもあったな。そういえば通常攻撃は連射で、で L2 になんか強力なレーザーが時間で溜まって、これが分かんないんだよね、 R1 の。これ後で調べとこう。で、あと L1 がスライディング。このスライディングはうまく使っていけば、敵から逃げるのも詰めるのも使えるし、これうまく使っていこう。で、今回は俺は防衛側の戦力になるわけだね。なので、ここの陣地取られたら負けっぽいから、陣地に敵を寄せ付けないように頑張っていきましょうという回です。この赤いラインがね、敵の大体来る場所になりますね。あ、これスタート地点だね。赤い影見えるね。あれ敵だわ。はい、まずは一発。あれが何の効果があるか全く分かってないんだけど、さあ後ろを取られないように気をつけたいところだよね。そして味方一人速攻やられちゃったっぽいね。さあ狙えるときは攻撃をとにかく、あ、間違ってレーザー撃っちゃった。今もったいない、何にもしない形でレーザー撃っちゃった。うん、ちょっとダメージ受けてるけど味方が回復してくれてる、ありがたい。影にね、建物の影に今隠れながらやっていこう。体力は今120、体力を見ながら、お、味方がナイスすぎる。おお、なんか突っ込んできた。どっか回復は、あー、でも味方回復してくれた、ナイスすぎる、ありがたい。さあキルを味方が取ってくれましたね。こっちから来てそう、足音するな。え、でもどっから来るんだろう、これ、こっち側だ。おお、味方がうまいね。さあ、生き延びることも、ヘイトをね、分散することにつながったりするんで、生き残ることも考えながらやっていきましょう。神々。で、向こうから敵来そうなのかな、どうなんだろう。一回ちょっと、後ろ下がって。これ、ルートがね、ここしかないのかな。あ、でも、右側がある。やべやべ、死んじゃ死んじゃ。あ、でも、敵も同じソジョンっぽいぞ。うん、ナイス。いない味方、ナイス。あれだね、前回俺が使った回復薬のマーシーが敵にいるね。はい、危ない、危ない。キロキロ俺やばい、体力15、体力15、回復ここにあったはず。オッケーオッケーオッケー、ほい、はい、味方ナイス。いいっすねいいっすね。お、うまい。お、アシストできたらしいよ。危ね危ね危ね。で、
右から来てるの怖いんだよね。さあスライディングでちょっと下がりながら、そしてまた外に右を狙って、やばいやばいやばい、なんか捕まってるっぽくね。あぶねえ、あくそ、レーザーの使うタイミング今良くなかったな。これが何の効果あるか分かってないんだからな、マジでな。やばいやばいやばい、おお突っ込んできてる突っ込んできてる、あーやばい、くそ、あーくそ、削りきれないかさすがに。さあ防衛で、あのペイロードっていう車みたいなやつが取られて、こっちの陣地攻め込んできてるから、それを止めろっていう感じだね、きっとね。いやーこれは死ぬわ。いやー無理だわ。奥のね、回復役のマーシュ狙いたいよね。あ、やべ、やべ、あぶね、あぶね。こいつが前に突っ込んできたときに一気にダメージ与えて、マーシュで回復できないように。おっとっとっと、あぶね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 。敵めっちゃいる。よし、オッケー、オッケー、オッケー。今のは敵が突っ込んできてくれたのがありがたかった。倒しきれる、オッケー、ナイス。オッケー、うん、これまた足音今聞こえたっけ、味方か今のは。後ろを取るように動きってきたのか俺だ。倒しきれ、オッケー、ナイツ。あ、だが俺死ぬねこれ。なんで死んだかよく分かってないんだけど、何を食らったの。あ、敵のなんか近距離だと攻撃がずっと当たるみたいな、そんな技を使われたわけだね。あー敵上にいんの、下のもいんのね。いや俺は下行こうとりあえず。おっとごめん、やべえやべえやべえ、敵めっちゃ突っ込んでくる。当たってんのこれ、その前に。あオーバーオーバータイムだって、時間のおかわりみたいに来ちゃった。あーくそ、もうちょっとね打ち始めを遅くしてれば倒しきれたかもしれないね。あでもこれ防衛成功だね、ビクトリーナイスー。とりあえず勝利ナイスってことで、これほっとくとあれなんだね、検索すぐされて次のマッチにすぐ見つけようとしちゃうんだね。というわけで今回ちょっと短いかもしれませんが、この辺にしときましょう。アタッカーというかダメージを取るキャラクターは、俺はさっきのソジョーンがすごい好きですね。もうちょっとあの R1 のなんか球体が発生するアビリティ、あれがそもそもどういうアビリティなのかちゃんと調べて使おうかなとは思うけど、とりあえず結構好きなキャラかもしれない。武装的に、見た目的な問題ではなく武装的に大好きです。オーバーウォッチ2もまた遊んでいこうと思ってるので、もし見かけたら一緒に遊んでいただけたらと思います。では皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。